興福寺の僧兵の古写真僧兵とは、日本の古代後期から中世、近世諸島にかけて存在した僧行の武者である。京都、奈良の大寺院の雑役に服する大衆が自衛武装したもの。奉仕武者あるいは武装した僧侶、僧衆、悪僧と同時代で言うが、それを江戸時代以降、僧兵と呼称した言葉である。ちなみに、悪僧の悪は悪党の悪と同じで強いという意味合いである。主に自社勢力に所属する武装集団である。その風貌は絵巻物などに描かれ、ほうとうやこうげた、なぎなたなどが特徴とされる。髪は剃っていなかった可能性が高い。なお、これに対し、神社に所属する武装集団を神人という。また、日本以外の仏教国家にも須世少林寺のように、僧兵として武装集団を組織する仏教像の集団がおり、講義には武装した宗教集団を指すこともある。その場合はヨーロッパの騎士修道会も含まれることがある。僧兵や神人が活躍した時代は社会が乱れる一方で広大な診療を経営する立場にある寺社は盗賊のみならず国府や検問、在地領主らの武装勢力など様々な勢力との紛争を抱えることとなった。よって境内と荘園の治安維持や他勢力への対抗のため、他の荘園と同様に、寺院、神社も武装することになった。平安時代末期には、強大な武力集団となり、興福寺、延暦寺、恩城寺、東大寺などの寺院を拠点として、寺院同士の勢力争いや、朝廷や、摂関家に対して、豪訴を繰り返した。特に、興福寺は、首都、延暦寺は、山法師と呼ばれた。宗教的権威を背景とする豪訴は、僧兵の武力以上の威力を持ち、しばしば朝廷や院を屈服させることによって、国府や他領との紛争を自らに有利に解決させた。また寺社同士の抗争も激しく、しばしば焼き討ちも行われた。延暦寺と恩城寺の抗争などが著名である。白河法皇は、自分の意のままにならないものとして、鴨川の水、すごろくの際、山法師を挙げており、僧兵の横暴が朝廷の不安要素であったことが伺える。僧兵、武蔵坊弁慶と源義経中央から離れた地域でも、有力寺社は軍事力を持ったり、地元軍事力と結びつき、当時のパワーバランスに大きな影響を及ぼしていた。以仁王の挙兵では、平家とも争う。平家物語の武蔵坊弁慶などにも、その描写が見られる。源平の騒乱の時には、熊野水軍を取り仕切っていた熊野別当に対し、双方から政治的な取引がなされた例などが著名である。室町時代に、かつて義円と名乗り天台座主だった足利義教が、僧兵の軍事力と粗暴さを熟知しているため、延暦寺討伐に動き出して、大規模の弾圧を実施した。各地の有力寺社が軍事力を保持する傾向は1588年の豊臣秀吉による刀狩りまで続いた。戦国時代の有力僧兵団として以下の例がある。ありがとうございます。